やめちょうちん福岡県やめ市で生まれ、製造されているちょうちんをやめちょうちんという。昔はやめ郡の福島町で生まれたことから福島ちょうちんと呼ばれていた。やめちょうちんは、盆んじょうちんがメインで、住吉よしちょうちん、大内安頓、ど天丸、博多町、盆んじょうちんなどの種類がある。現在の大半のちょうちんの構造である一本の骨を螺旋状に巻くことは、 やめ城鎮が起源である。やめ城鎮は、福岡県やめ郡にある福島町で生まれたため、昔は、福島城鎮と呼ばれていた。福島城鎮は、文化年間に、福島町の荒牧文衛門によって創生されたと、伝えられている。当初、文衛門が創生した城鎮は、馬城鎮と称されて売り出された。馬城鎮は、墓地等に吊り下げて使用するもので、 サザンカやボタン等を単色で描いた大変素朴なものだった。これが福島上鎮の起源である。文衛門が創生した場上鎮だが、その後素朴ではあったが他にあまり類を見なかったせいか、売れ行きが比較的良好だったため、同地方の人で副業として、これに携わる人が多くなった。そして筑後地方一円の需要に応じることとなった。さらにその一部は、 博多に送って、九州北部の沿岸地方及び、九州沿岸の各島に転売した。福島上鎮はもっぱら中元玉祭りに供する仏壇用のものが多かったため、同地方は、盆上鎮の産地として名声を博した。ふって、安政年間に入り、同じく福島に住む吉永多平という者が遺書を凝らして、盆上鎮の前途に一大革命を起こした。 蝶賃の骨に使う竹を細く裂いて一本につなげ、螺旋状に巻く、一条螺旋式を考案し、また天狗調子に類似した薄紙を用いてほのかに、内部が透けるようにしたのである。そしてこれに山水、草木、花鳥等の湯水なる色彩紋画を描画したため、品質が向上し加えて、ガチ風流に富んでいた。鈴見蝶賃として、九州全土に大いに歓迎され、聖火の折りに、 軒下や老状を等にかけて農業用として利用された。しかしながらこのちょは絵がけに手間と費用を要するため大量生産に不向きであり、広く一般の需要に応じることはできなかった。明治初年に入ると、反政府の贅沢禁止令が解かれ、一般庶民の生活様式における諸制限が撤廃されたために、福島ちょに対する需要が急速に伸びる条件が生まれた。 この情勢に対応するために、吉永多平の弟、伊平が、総絵描きの描画法を応用して、大いに製造時間と価格を低減することに成功した。これが、福島上鎮における第二次改良の端緒と言われている。また、形状、絵画、付属品等も年を追って、工夫改良を施したので各地の需要も急速に増加し、さらに販路を拡大するために一部は、 アメリカ、イギリス、香港、英両、インド等の海外にも輸出されるようになった。そしてついに重要物産として、世の称賛を博するまでに至った。その後、福島上鎮は、やめ地方全域で生産されることとなったため、やめ上鎮と呼ばれるようになり、さらに、平成13年7月3日に、経済産業大臣より、経済産業省として、初の、 日本の伝統的工芸品に指定された。ありがとうございます。